皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は2月以来メッセージを届けてくれない、愛田さんの昨年9月のメッセージをご紹介します。これはアプリで公開したものですが、もう未発表のものがありませんので、これが最後のメッセージになるかもしれません。2021年9月7日のメッセージ。さて、親愛なるライトワーカーの皆さん、私たちは2021年の9月にいます。そして、惑星地球でのホログラム体験の本質についての大いなる啓示である嵐は、まだ混沌と混乱の段階にあります。人間と人間との分断と分離が今日の秩序です。対照的なもの、人間の幸福に真っ向から対立するもの、矛盾するものがすべて強調されています。兄弟は兄弟と対立し、健康と幸福は無視され、脇に置かれています。真の交わりや仲間意識、親密な考えを交換する真の個人と個人の交流、率直なアイデアの議論は失われ、表面的なソーシャルメディアがその代わりとなっています。ダークサイドの哲学である政治的正当性が世界を支配しています。型にはまらない、愛のある考えやアイデアは、惑星地球の学校を運営する闇の権威によって却下されます。腐敗、不正、金銭的利益のための詐欺行為が蔓延しています。人類の大多数は、この虐待の嵐の中で未だに大きな恐怖とトラウマを抱えています。そして、親愛なるライトワーカーの皆さんは、憎しみや拒絶による試練や苦難の中で、罵られ、恐怖におののいた同胞から毎日発せられる、辛辣で乱暴な非難にとても疲れています。このような環境の中で、愛の波動にとどまることは本当に難しいことです。なぜなら私たちは日常生活の中で、常に低い波動の三次元的な恐怖のパラダイム、典型に囚われている人々や同胞と出会うからです。地球上には二つの思考システムがあります。私たちの世界は互いに排他的な二つの周波数レベルで存在しています。低い方のレベルは恐怖のそれです。このレベルでは、愛にアクセスすることができず、人類はプログラムされたネガティブで敵対的な理解から人生を生きています。エゴ、自我が最も重要です。彼は劣等感を感じていて、幼少期からずっと自分は劣っていると言われ続けています。しかし自我は他人よりも優れていなければならない、すべてのことにおいて正しくなければならないという欲求を持っています。それが迷う原因です。エゴの心が正直さや信頼性を求める魂の現実と戦っている間は、幸せを見つけることはできないからです。幸せには心の平和が必要です。劣等感と優越感の要求、同胞に対して権力を行使したい要求の間で心が分裂していては、心の平穏は得られません。自分が十分な能力を持っていないのではないか、自分は無価値で無力なのではないかという恐怖心を抱きながら生活することは、このような思考システムによる避けられない結果です。これが、私たちが脱却しようとしている惑星地球という教室のパラダイムです。人類が地球にやってきたのは、自分自身を教育するためであり、分断と分離の痛み、そして分裂した心の苦しみを経験することで魂の意識を拡大し、成長させるためです。自分が劣っていることを深く認識しているにもかかわらず、常に仲間を貶め、侮辱することで自分の優位性を証明したいと欲する心です。そして今、学校である惑星地球での経験が終わる時が来たのです。準備ができている人類が、低く困難な恐怖の周波数から、愛の波動に移行する時が来ました。愛の波動とは、無条件の愛が支配する、素晴らしく、計り知れない、無限の周波数です。ここではこの地球上の経験の目的が明らかにされます。
人類は人間一人一人が自分の体の中に神聖な魂を持っていることに気づかされます。犠牲者として経験してきたこと、非道な運命の矢にどうしようもなく翻弄され、恐れおののくしすべき存在としての経験はすべて、魂の成長のためであったということです。すべての人間は本質的に神であるという気づきは、人生の構図に対する認識を変えます。私たちは惨事の恐怖の次元で、自分の周りで起こっていることが自分の気持ちを左右すると信じて生きてきました。その低い波動では、私たちが外界の出来事で好ましいものや好都合のものを見ると、私たちは幸せになります。外界の出来事が好ましくない、あるいは不都合だと思えば、私たちは不幸になり、それらをコントロールしようとします。私たちは外の世界に腹を立てています。同胞が罪深い行動をしているように見えて憤慨します。私たちは自分は被害者だと思っています。私たちは自分が自分の生きている映画の投影者であることを知らないのです。私たちの怒りやネガティブで暗い感情によって、スクリーンの映像を変えようとしているのです。映画のスクリーンに投影されている映像を変えることはできません。変えることができるのは、映像を形成し、スクリーンに映画を映し出している映写機からのみです。映写機の中にあるものは、個人の認識、個人の思考、世界の認識の仕方によって作られます。そのため、外の世界の出来事が自分の幸せを左右すると信じている人や、恨みや怒りの中で生きている人は、恐怖と不幸を永続させているのです。繰り返しますが、スクリーンに映し出される映像を操作しても、外の世界をコントロールすることはできません。認識を変える必要があります。個人が持っている世界のイメージを変えて、より高い周波数の理解に移行する必要があります。ですから、魂が地球の教室から出る準備ができている人は、自分が住んでいる世界について根本的に考えを変える必要があります。愛の5次元に移行するためには、自分の現実を作り出すのは自分自身、自分の思考、自分の認識であり、自分が生きる映画の本質を決定していることを理解する必要があります。すべての人間は、人間の体に宿った神聖な魂です。すべての人が、惑星地球という教室で経験を積んでいます。まだ幼稚園に通っている人の中には、劣等感と矛盾した過剰な優越感を持つナルシストもいます。彼らは自分自身が大丈夫だと感じるために、仲間を支配し貶める必要があります。親愛なる皆さん、あなたもそのような経験をしたことがあるでしょう。これが惑星地球の人生の本質なのです。このようにして人類はより大きな愛へと自らを成長させていくのです。この悪夢、ホログラム、映画のような惑星地球での人生の本質の中で、愛の反対を経験することによって、私たちは魂のレベルから愛を好むことを深く理解するのです。今こそこの地球上の人生がまさに夢であることを悟る時です。そして私たちは今、不幸な夢、悪夢の中で生きることを選ぶこともできますが、愛という幸せな夢を選ぶことができるのです。この地上での啓示の時は、不幸な夢の中にいる私たちの否定的な性質、という私たちの逆さまで愛のない世界の真実が明るみに出る、混沌とした混乱の時です。この時期は地球とそこに住む人々の波動を上げるために必要です。これは世界全体にとっても、一人一人にとっても同様です。なぜなら、恐怖のバイブレーションから抜け出す前に、その真実の本質と、地球のシステム全体がどのように機能しているかを知る必要があるからです。思考と現実の両方を変えることができる前に、私たちの愛のない機能不全がどのように作用するのか、そして私たちの思考がどのように私たちの現実を作り出すかを見なければなりません。
私たちは恐怖と愛の周波数に同時にいることはできません。毎日のあらゆる瞬間に私たちは思考の中で恐れか愛かを選び、それを人生という映画のスクリーンに映し出さなければなりません。しかし恐怖を選んでいたことに気づくまで愛を選ぶことはできません。私たちは乗っ取られてプログラムされた認識である外界の出来事が、自分の思考や感情をコントロールすることを許してきました。そのため私たちは不幸になり、愛がない、愛されていないと感じてきました。私たちは皆神の存在であり、兄弟姉妹であり、神の魂の側面であり、自分の意識を成長させ、より大きな愛へと自分を教育するために、人間としての経験をしているのだということに気づくと、人生に対するすべての認識が変わります。これが真の許しです。間違ったことは何もなかったと気づくからです。許すことなど何もないのです。私たちは皆、より大きな愛を学ぶという神聖な道を歩んでいるのです。この認識の変化こそが、今全人類に起こっている許しの奇跡なのです。この認識の変化こそが、大いなる覚醒のすべてなのです。大いなる覚醒とは、人類が自分が惑星地球という教室に住んでいるのだと気づくことです。彼と彼の同胞たちは皆、人生のカルマの学校という非常に困難な道を歩む神聖な存在であるということです。そこでは好ましくない考え方が恐怖と兄弟間の分断をもたらします。最終的にはその分裂や憎しみがあまりにも激しくなり、三次元の低振動であっても、人類はこれ以上耐えられなくなり、愛に戻ることを選択するのです。そう、親愛なる仲間たちよ、元気を出してください。あなた方の世界では全てが順調です。あなた方は今、地球のカリキュラムがどのように機能しているかを、俯瞰からの理解ではっきりと見ています。いかに悪が善であるように仕向けられているか、またいかに善であるものが悪であるように仕向けられているかを見ているのです。そして、この混乱と混沌の中で自分が夢の中にいたこと、傷つき、憎しみ、貪欲さ、欲望の悪夢の中にいたことを理解し、より大きな愛へと自分を教育することが人間の仕事なのです。しっかり、元気を出してください。あなたの周りの人は皆、人間の経験をしている神聖な魂なのですから、愛を選ぶのです。そしてあなたが愛を選び、あなたが聖なる同胞たちに愛の思いを投影すると、外の世界の映画スクリーンに映される映像が変わります。平和と喜び、幸せがあなたの世界を包み込んで、あなたは愛の波動の渦、ヴォルテックス、流れの中にいます。親愛なる皆さん、私たちは人生の日々を穏やかに過ごすことを学ぶ中で、最高のものがまだ来ていないことを知っています。私たちが愛の周波数に上昇していくと、確かに最高のものはこれから来るのです。私たちは真に祝福された存在です。いかがでしょうか？スクリーンの映像はあなたの内側からしか変えられない。考えさせられるメッセージでした。また愛田さんのメッセージが聞ける日が来るといいのですが、こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。